え、こちら、リンカさんいただいておりますよ。よえ、カミヤさん、おのさん、こんばんは。進撃の巨人最新話10話、うん、え、第47話ですね。友人、拝見しました。カミヤさん、うん、幼少期のリヴァイの第一声シンデレルに鳥肌が立ち、幼少期もカミヤさんがあふれこされていることに感動しました。普段声が変わってしまうことが多い中、やはり違和感が全くなく、スーッと入ってきました。どんどん物語が加速していき、原作から追っている身だと、より面白く、毎週、 楽しすぎます。ということでです、ね、はい。いただいておりますよ、感想が。とうございます。うん。進撃の巨人。はい、あのー。 このタイミングだと、おそらく最終話まで皆さんご覧になっている感じになっていると思いますけれども、まああの、進撃の巨人シーズン3、無事に我々もあう溢れごとくに終わりまして、終わりました。で、オンエアもね、無事に終わったということで、いやまあほっと胸を撫で下ろしているところでございますけれども、そうですね。はい。はい あの、まあ、この話数に関して言うとですね、うん、ええー、ま、リンカーさんが、ええー、言っている通りですね、リヴァイの,その幼少期の頃も僕実はやらせていただきまして、うん、これがですね、台本の表記上、うん、リヴァイって書いてないんですよ。ああ、確かに。はい。で、僕やるもんだと思ってなかったから、 あれだってかなり年齢低いですからね。そうなんです。うんうん、で、なおかつ、その、まあ、幼少期、子供の頃もっていうふうに書いてあったんですけど、うん、台本の表記上リヴァイって書いてなくて、なんか子供みたいに書いてあったのうんだよ、うん。で、書いてた。確かに。えー、そうなんです。で、回想シーンの中で何かこうアドリブ的にわーっていうふうに言ってるシーンみたいなところのアドリブが必要なのかなぐらいに思ってたんですけど、 当日現場行ったら「いやあの本当幼いリバイも全部やってください」って監督に急に言われ「<laughs> え俺がいくつ?」って言ったら「4歳です」って言われて <laughs> 4歳はちょっとと思ったんですけど「<laughs> いやでも神谷さんお願いします」って言われて、うん、でまあこの「死んでる」っていう第一声だったんですけど美馬、うん、さんからの演出的にはもう本当に出るか出ないかの声ぐらい力ない感じでやってくれ っていうことだったので、うんうん、まあ、もうそうなってくると、年齢感とか関係ないじゃん。まあ、もう出るか出ないかの声ぐらいだったらさ、だから、ああ、じゃあ、トライしてみますっていうことでやらせていただいて、うん、で、前もなんか別な作品、えっと、ワンピースっていう作品でトラファルガーローっていう役がやってるんだけれど、それの幼少期をやらせてもらってありがたかったって話をしたと思うんですけど、うんうん、まあ、あの、今回、リヴァイに関しても全く一緒で、 子供の頃になると女性キャストに変わったりとかっていうこと結構あるじゃないですか。うんうん、そうですね。ええ。で、まあ、それがまあ、我々のなんかのなんかね、業界的な常識になってはいるんですけれども、でもやっぱりこう、やれるんだったらやっぱりやりたいわけですよ。おお<ー>。小野くんもそうでしょうん、そうですね。いける、自分の生態がいける限りはやってみたいなと思う。うんうん、まあ、でもそういった意味では、 リヴァイもね、やらせていただけたんで、すごいありがたかったです。ねえ。うん、あのシーンはまた壮絶というか、あ、こういう過去があったんだと。うん。ケニーが訪ねてくるとこですよね。そう,そうです、そうです。うん。もうほんと、なんだったら目を覆いたくなるような状況に置かれてるわけじゃないですか。うん、あれはだから、あ,あそこへの第一声って、よりなんかこう、緊張する役者としては。うん。うん なんか、それこそ自分がやったことのないぐらいの低い年齢をやるっていうことも重なってるし、はい、あれは相当緊張したんじゃないかなと思って見てましたね。まあ、その、年齢のことを言っちゃうと、確かにそのアプローチしにくくなっちゃうんで、うん、どっちかっていうとその置かれた状況だったりとか、欲しいえ、えっと、音、うん、なかもかすれてほとんど音にならないくらい衰弱しているっていう状況の。の、ねはい、の方を拡大解釈してアプローチしていったんで、まあそこまで僕も見ても違和感。 感じなかったから。うだったですね。うん。だからまあそのリヴァイっていうキャラクターと、うん、あとやっぱあのシンギの世界観が、あの、やっぱ許容範囲の広い作品だったんだなっていうのは改めて思いましたけれどもね。うん。うん、うんいやー、もう本当でも最後まで、まあこのクールはたどり着きましたけれども、はい やっぱ、全くもう当たり前ですけど気が抜けない。そうですね。うん、あの、まあ、今ちょっと、あの、皆さんからいただいているメールが、その47話の段階で止まっているものしかないので、おそらく最終回の、えっ、ー、と、見た感想メール等も来ると思うんですよ。うん。 えー、そしたらちょっとまた具体的に話していこうかなと思ってますけども、うん、えー、あのー、もう進撃のウェブラジオよりも詳しく話します。<laughs> えー、こちなん <laughs> だったらっていう、ねえー。どうせあいつらふざけたことしか喋ってねえんで <laughs>、えー、こっちでちゃんと真面目な話しますんで、え、最終回までのあの感想を出揃いましたらですね、<laughs> えー、またあの、改めてお話しさせていただきますんで。